FC バルセロナはスペインのバスケットボールチームである。2015年よりスポンサー名を冠して FC バルセロナらしさとして知られる。FC バルセロナを構成するチームの一つであり、1926年8月24日に創立された。スペイン一部リーグであるリーガアッコブでは14度優勝し、2003年には国内リーグと同時に、 ヨーロッパ最高峰のユーロリーグでも優勝している。2004年から2007年までは、スイスの保険会社で1910年以来バルセロナに事務所を置いているウィンタートゥール社が同チームのスポンサーであり、また FC バルセロナ設立者、ジョアン・アンペールの出生地がスイスのウィンタートゥールであることから、ユニフォームにウィンタートゥールの文字が入っていた。しかし2006年夏にウィンタートゥールが、 フランスの同業者アクサに買収され、2007年にはブランド名もアクサに吸収されたため、クラブの正式名もアクサ FC バルセロナに変更された。ホームは1971年10月23日に完成した室内アリーナパラウ・ブラウグラナである。FC バルセロナのフットサル、ローラーホッケー、ハンドボールの各チームと共同で施設を利用している。 FC バルセロナは1927年に初めてカタルーニャ地方バスケットボール選手権に参加した。チーム設立当初のカタルーニャでは CE、エウロカ、ライエタ BC、CB アトレティックグラシア、ソシエテ・パトリなどが競合チームで FC バルセロナがバスケットボールチームとして認められるのは1940年代に入ってからである。1940年代に 同チームは、コパデル・ヘネラリシモを6度勝ち取り、準優勝も一度経験している。1956年には、スペインのプロバスケットリーグの創立参加チームとなり、準優勝でシーズンを終えている。1959年には、スペインリーグとカップの両方で優勝した初めてのチームとなった。しかし1960年代から1970年代にかけて、 チームは衰退の途をたどる。人気があったにもかかわらず、1961年に、クラブ代表のエンリク・リアウデットがチームを解散させた。しかし1962年に、ファンの運動によって、再結成された。1964年には一部リーグが14、チームから8チームに減らされ、FC バルセロナは2部に落ちた。しかし、翌1965年に、 同チームは2部で優勝する。1970年代には、レアルマドリードや、ホベントゥートなどの強力ライバルチームの影に常に隠れていた。1980年代のクラブ代表であった、ホセルイスヌニエスは、FC、バルセロナをスペインそして、ヨーロッパで最高のチームにするために、全力的に支援した。彼の支援、コーチのアイトガルシアレネセス、そして、エピ、 アンドレス・ヒメネス、シチヨ・シビリオ、オーディー、ノリス、イグナシオ・ソロサバルといったプレイヤーの活躍で、FC バルセロナは、カタルーニャ・チ方ホーリーグ6回、スペインリーグ6回、コパデルレイ5回、ヨーロッパカップ・ウィーナーズ杯2回、コラックカップ、EN、コークカップ国際バスケットボール連盟主催。2002年に、廃止1回、インターコンチネンタル杯に1回という、 輝かしい優勝歴を残している。ヨーロッパ最高峰のユーロリーグでの優勝は、叶わなかったが、1984年に、準優勝している。1980年代を基盤に1990年代にも、スペインリーグで4回、コパデルレーでも2回優勝している。しかしユーロリーグだけは6回もの準決勝、進出回数の最高記録を持っているが、1990年、 1991年、1996年、1997年とも、準優勝や準決勝戦止まりであった。この時期のスタープレイヤーは1970年代、後半から活躍中のエピである。2003年、フアンカルロス・ナバーロ、ディアン・ボディロが、シャルーナス・ジャシケビシウスの活躍により、 満場のバルセロナパラウサンジョルディ競技場で、イタリアパラカネストロトレビーゾー76対65で破り、ついに初のユーロリーグ優勝を収めた。ありがとうございます。